今年のノーベル医学生理学賞に決まった大隅良典さんが授賞式を前に記念講演に臨みました。大きな拍手の中、今大隅さんがノーベルレクチャーの舞台に上がります。 It is truly my hope that society is able to nurture not only purpose-oriented science but also science as a core of cultural activity。 受賞者が研究の意義などを話すノーベルレクチャーで、大隅さんは集まった学生や研究者らに自らが顕微鏡の前で長く過ごしたことに触れ、科学に対する思いを熱く語りました。今回受賞理由になったオートファジーについては、日本の季節、四季に例え細胞が分解と再利用を繰り返す仕組みを説明しました。